じゃ、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。そろそろ尻尾を出してくれないかな。え、何の？タヌキなのかキツネなのか、とにかくわからないんだよね。タヌキ。数学だけ本当に高校生レベルなんだ。まあね。じゃあ安子お姉様に三角関数を教えてくれない？え、それじゃあ立場が逆じゃない？だって私なんだかちんぷんかんぷんなんだもん。まあいいや、お安い御用だよ。まずサイン式は自然界に存在するあらゆる波動の元になる形なんだ。え、どういうこと？これはね、自然を注意深く観察していれば、そこら中に記されていることなんだけどね。
ねえ、おじちゃん、毎日炭を焼いているの？そう。とは言っても、焼くのに5日、冷ますのに5日かかるから、毎日同じことをやってるわけじゃねえぞ。そうなんだ。儲かる？心臓が。どうしたの？おめえ、聞いていいことと悪いことがあるぞ。炭は重さで値段が決まるんだよ。おじちゃんが作る炭は軽い松炭だから、商売にはなんないのさ。そうなんだ。でも、おじちゃんの作る炭、火力はすごいんだぜ。へえ。どんなものでも一つくらい取り柄があるものなんだね。この野郎、何が一つくらい取り柄がだよ。おめえちゃんと学校教育受けてんのか？態度悪いぞ。勉強しろ、勉強。この野郎。やった。
そろそろ女子大生とは仲良くなれた？まだまだ尻の下に惹かれてばっかしだよ。そういえばさ、いつの間にかこっちの気持ちが。どこへ行けば面白いか占ってあげようか。じゃあ今日は5ね。1、2、3、4、5。はい、じゃあこの中から好きな数字を選んで。今日はなんだかうちの また占って欲しくなったら声をかけてね。ねえ、ここの町って昔はもっと人が住んでいたの？そうじゃよ。魚の加工場や漁師が泊まっていく宿があって、今より少しは賑わっておった。それに何？昔はどこの家も子だくさんじゃったから、町の至るところで子供が遊んでおって、それは賑やかじゃった。でも港が賑わっておったのは一年のうちのほんのわずかな期間じゃ。その季節以外は町のすべてがうとうとと居眠りをしているような本当に静かな町じゃ。でも こんなとこにいたのかい。もう飯の時間だ。帰るぜ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。なんだかみんな落ち着きがねえようだけど、どうしたんだ？それはね、明日の朝、でっかい花火が打ち上がるからよ。今度はまっすぐ飛ぶかな。大丈夫だって。
おじちゃん今日もお酒飲んでるの？うん、少しだけな。ナボブズ、隣の部屋の女はいつくらいからこの民宿に泊まってるんだ？僕がここに来た一週間くらい後かな。じゃあ、8月の6日とか7日くらいか。それがどうしたの？ええ、なんでもない。こんばんは。こんばんは。サイモン、実は日本に来る前は日本のお風呂が怖かったんだ。なんで？多分昔の日本映画を見て勘違いしてたんだけど、家族みんなで一緒に入るものだと思ってた。大人ってお酒も飲めるし、学校に行かなくてもいいし、本当に楽しい人生なんだぜ。今の話、ちょっとだけ信じただろ？今の話、ちょっとだけ信じただろ？明日はついに打ち上げだぜ。ワクワクドキドキ。そういえば半月くらい先の話なんだけど、今度種ヶ島にできた宇宙センターから我が国初めての液体燃料のロケットが打ち上げられるらしいよ。できればそっちも見に来てよ。できればそっちも見に来てよ。さあ、ボクくん、絵日記書いて、おやすみなさいしましょ。うん。おばちゃん、おやすみなさい。